LPG 船、ジョージ NLPG 船、または LPG タンカーは、ブタンプロパンなどを液化した液化石油ガスを輸送する貨物船である。液化方法により、主に2つのタイプに分けられる。加圧式の LPG 船はアメリカでは1930年代から存在していた。冷却式では、より高度な技術が必要な。 LNG 船の方が先に開発され、1958年に貨物船を改造したメタンパイオニアが完成した。日本では1960年に建造された、加圧式の内向 LPG 船、第 1LP 丸が初で、1962年には、世界初の本格的な冷却式、外向型 LPG 船、ブリージストン丸が建造された。 1960年代頃まで LPG とナフサ等の兼用船も建造されていた。衝突炎上事故で有名な第1 0 u 丸も LPG、ナフサ兼用船であった。内航 LPG の荷積みは温度膨張率の関係で規定プラス容量を積ませることが多く、荷上げでは規定容量をぴったしに下ろすこととなり、必ず船タンク内には残留ガスが残る。 一種類専用船では、問題は出ないがプロパンとブタンを交互に積み替える、場合にはコンタミが許されないのでタンク残留ガスを捨てるのだが、現状適切な設備はなく次の積み地まで時間がなく、船員不足も相まり昔から会場での待機解放として減圧パージが行われてきた。近年、特に横浜で謎の異臭騒ぎが、 メディアで報じられてる原因が、この減圧パージであるが世間には知られていない昔から、船員間でもったいない問題として内話話に終始してたが、LPG 大手が発明した装置が、随時心臓船に装備されれば、謎の異臭騒ぎは、謎のまま世間から忘れられるだろう。ありがとうございます。